モロヘイヤの煮込みマツナソは、アオイ科の一年生総本。別名を、台湾ツナソ、長みツナソ、ジュート。近年は、食材としても流通するようになり、モロヘイヤの名でよく知られるところとなっている。北アフリカ原産の植物で、葉は、青しそに似た形をしている。種商名アラトリアスは、ラテン語で、野菜畑のの意味。果実は円筒型で長みツナソの名はここから来る。 日照時間が12時間以下になると開花結実する。種子に強振作用のあるステイロイド類のストロファンチジンという強振配当体を含むことが知られており、種子を接触した牛や豚の死亡例が日本及びオーストラリアで報告されているが、これまで人における中毒例の報告はない。この強振配当体は収穫期の葉、茎、根の 各部位には含まれず、また野菜として流通するモロヘエや、モロヘエ健康食品、モロヘエア茶などからも検出されなかったことから、通常の流通品については安全であることが確認されている。しかし、家庭菜園などで栽培する場合は、子供が種子を誤飲することもあり得るため管理に気をつける、要構成症が注意喚起している ACE 素外活性のある物質を含有しているため、 高血圧の抑制に効果があるとする研究がある。鉱馬も三小禁煙の鉱馬とともに、ジュートと通称され、繊維原料として利用される。バングラデシュにおけるジュート生産の4分の1は、始末なその作付けである。春に発種し、2から3メートルに成長したところを借り、茎を水で発酵させて、繊維を採取する。若葉を食用とし、刻んだり茹でたりすると、 ツルムラサキ同様、ムチンによる特有の粘りを呈する。カルシウム、カロテン、ビタミン B、ビタミン C、食物繊維などに富む緑黄色野菜の代表格で、抗酸化作用のあるクエルセチンも多く含む。全体的に栄養価が極めて高く、野菜の王様の異名を持つ。インドや地中海沿岸では古くから食べられていたことが知られている。現在も、 エジプトなどで栽培が盛んである。中東や北アフリカでは、刻んで肉と煮込むことが多い。日本に入ってきたのは1980年代で、飯森カスケラが全国モロヘイ普及協会を設立し、普及に努めたところが大きい。現在は日本各地で栽培されるが、宮城県大里町などが産地として有名。おひたし、スープ類、天ぷらなどにするほか、 乾燥粉末をパンやクッキーの生地に練り込んだりして用いることもある。栽培、編集 pH6.0 から6.5の水はけの良い土地を好み、収穫期は7月から10月、家庭菜園でも容易に栽培が可能である。農家が補助で大量に栽培する場合、うどんこ病を発生することがある。ありがとうございます。